松村豊次は滋賀県草津市出身の元プロ野球選手、監督、コーチ、滋賀県出身。滋賀県立玉川高校では1年の夏からベンチ入りし、2年の秋からはエースとしてチームを支えた。時速140キロメートルを超える速球を投げる本格歯右腕だったが、3年夏の県大会では1回戦で12個の三振を奪うも延長戦の末に、 のと川高校に敗れた。高校卒業後は立命館大学に進み、3年までは登板機会に恵まれなかったが、4年の春からエースとして15試合に登板して6勝を挙げ、防御率2.01の成績を残している。リーグ通算24試合に、登板6勝6敗、防御率2.22を記録。2003年のドラフトで、 オリックスブルーウェーブに6巡目指名され入団。2004年7月28日のロッテ戦でプロ初、登板。同年末の球団合併、分配ドラフトを経て2005年からは、オリックスバファローズと契約。2006年4月21日のソフトバンク戦で、延長10回表に、川崎宗則から勝ち越しだを浴びるも、その裏に、北川博士がサヨナラだを放ち幸運な。 プロ初勝利が転がり込んだ。オフにはハワイウィンターリーグへ派遣される。しかし、肩の故障が原因で時速1 4 0トルも出なくなるほど急速が大幅に低下してしまい、翌2007年オフに戦力外通告を受けた。引退後は一般企業に就職2度転職した後に若さ生活に入社。2010年。 その若さ生活をスポンサーとして発足する日本女子プロ野球機構の兵庫スイングスマイリーズのコーチ就任が発表された。2012年は当初兵庫のコーチを卒業し、女子プロ野球のフロントコーチとして、フロントと現場をつなぐ役割に従事するが、同年のシーズン後期には兵庫に復帰し、監督に就任。2013年、日本女子プロ野球機構のチーム再編に伴い、 新チームのウエストフローラの監督に就任し、2014年シーズンまで務めた。その後は日本女子プロ野球機構の統括ヘッドコーチとして活躍していたが、2018年より育成チームのレイヤーの監督に就任。2019年より投手総合コーチになり、9月17日をもって退団した。現在は、 赤星のりひろがオーナーを務める中学生公式野球クラブ、レッドスターベースボールクラブで投資コーチとして中学生への野球指導に携わっている。ありがとうございます。